やばいやばいやばい、時間との戦い、マジで時間との戦い。暑い、今日めっちゃ暑い日なの。暑い、髪伸びたよね。暑い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 、うわー、急げー、溶けるから急いで急いで急いで、ほう、時間との戦い。急げー急げー、あっ暑いよ、今日マジ暑い。はーい、はい、どうも、ルイドです。今日は、言ってたやつ、この板チョコアイスのやつって、なんとなくこの辺は見栄えで板チョコとか、今日めっちゃ暑い。そしてなんか髪の毛めっちゃ伸びてるっていう。それでは早速、食べていきたいと思います。このね、板チョコアイスですよ。音を聞いてください。ズドン。これはうまい。冷たくていいね。アイスが美味しいですね。溶けるのがめっちゃ早い。熱い。にしても熱い。急いで準備すると熱いし、冷房切ったら熱くなるし。このチョコたちを買うのに時間がかかる。毎回スーパーとかコンビニ行くたびに、あまり買いすぎないように2枚か3枚ずつをちょいちょい買ってて、行くたび買ってって、そして買いだめて買いだめて買いだめて、やっと今日できたっていうやつです。割れてしまってる。これ大人になんなきゃできないやつだよね。ならない。今日の目はでもこのアイスだから。おいしい。涼しくなる。でもそろそろ減量始めなきゃ。夏に向けて、もう夏だけど、ちょっとゆるく食事制限と、この鉄の意志発動して少しずつ減量していきたいと思います。溶けてきた。準備してた、コーヒー。
ああ、いい。いい。ホワイトチョコも買ってたやつ。うん、おいしい。アイスがメインなんで食べなきゃ。溶けちゃう、溶けちゃう。うめぇ。板チョコアイスです、これが。熱い熱い熱い。本当に熱い。熱いよ。このね、板チョコアイスをね、やってほしいっていうね、声が多かったんだよね。これを。この板チョコアイスを。2枚。見ての通り、溶けてきました。うん、決めた。決めた。早い。だいぶ早い。溶けてきてる。早い。あー。溶けてきた。うん。時間との戦い。うん、甘くなってきたな、コーヒー。ああ、うん。熱い。食べたけど熱い。残りはね、ヨシタクにあげたいと思います。ヨシタクがなんか、企画をそのうち持ってくるので。あっぷいよ。お片付けだよ。うん。しょっぱい。サバ缶、明日から減量します。ああ。
美味しい。